今日もにチャンネルで見つけた面白い記事を紹介していくよ。今日のテーマはこちらだよ。藤井聡太王将、うさぎさんになってしまう。スポニチの今日の一面。藤井王将、全勝です。第72期アルソック杯王将戦7番勝負の第1局で勝利した藤井聡太王将、20歳が9日、スポーツ日本紙で恒例の勝者の記念撮影に臨みました。勝者の記念撮影は対局終了後に行われます。勝った棋士がユニークな姿で写真を撮り、開催地への感謝を伝える恒例行事です。成人式にこのコスプレさせるとか鬼かよ。ここんとこ罰ゲームぬるいぬるい言われてたから。昨年の車掌はご褒美になってたから正しい罰ゲーム。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。出た、勝者の罰ゲーム。五冠の王将に向かって失礼かとは存じますが、ただただ可愛い。髪に何やらしとんねん、可愛いからいいけど。うわぁ、藤井聡太王将がウサギに手を持ちつき、可愛いねん。もともと見た目がふんわりしてるから、ウサギ、似合うよ。さすがにバニーガール姿はさせられないな。ウサギに、そうか、今年はバニーガール年か、いいことを思い出した、近日中に会いに行こう。これだから王将戦が一番好き。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。